さて、アルケニモン。ですが、その鳥に敵は私の策にかき乱されていたわ。ガルレモンが巫女を手放し、策とやらに手抜かりがあった。作戦をめちゃくちゃにしたよ。子供たちの心を追い詰め、借りやすくしていたの。言い訳は、ニエを集めるのも確かに我々。しかし、我が主は、どのような手を使っても構わん。失敗すれば次は、はい。おはよう。こんな張り詰めた状況でじゅ、ミノル。おいおい、ほら行ってみろ。敵の本拠、ジジモンの言う世界の境界に加わ、それはきっとあいつらの基地らしき行動に行って、つまり今日はそれ眠気覚ましにその辺を。飯の時間までは自由行動。そ、だったら、寝坊す。いいんじゃねえの？朝ごはんの前に。うん。
けてあげる。誰から私に奪われたいの？そうだ、局面、例えばアグモン元の壁画に書かれた、つまり他の獣神たち敵対した時、そうだ、もっと言えばそれでも確かめておきたいんだ。ああすまない、それじゃあ。タクマどうし、そうだね、
持ってっていいのかな。おやつ。何言ってるの。緊張をほぐそうと思っ。バナナはおやつに含まれま。決戦って言うけど。そうだね。今までのアルケニモンと戦いになってもいいように。かく。そ。ああ、グダグ。そうだね。はいはい。今日。俺。そういえば仕方ないな。僕はアグモンと一緒に。了解。あれ？ど？んタクマ、あそこ。これ、教授はこの奥かな。ん？もしかして、もう集合。祠の中に入ったら、つい中を覗いてしまった。上の階の壁画よりも抽象的な。でもどう。さてな、単に見落とし。ここ最近の出来事とは。教授た考え。俺教授。ん？教授、ハル君と。すみません。ああ、そういう。そもそも彼が何者なのかを知りたいのは。どういうこと。何分だいぶ昔のことだ。だが彼の姿。教授。ああいや、若い頃はスラスラと出てきたものだが。教授は昨日のガレルモンはやけ。私を疑っているのかね。え、あ、ついや、いいんだ。別に隠し立てをする。曖昧な記憶で確信が持てない。いや、ガレルモン。うーん、そうだ、その記憶の中では。お、それは今と同じように。どうだったか。そう、確かに。あのガルレモンは教授に。もしかしたら、うん、今の花さあ。え、知っている曲じゃ。知っているはずなが、音楽にはその時。私の追いさらばえた脳には。でも、昔といえば昔のはずだ。どういうことです。私は幼い頃を。え、失うと言っても、あ、その時私も姉と一緒にいたらしい。人は恐ろしい事態に直面する。私はこう思うの。この歌は、封じ込められた記憶を思い出す。これは推理というよりは願。失った記。ハルと教授が気になって持ってきたんですけど、これな。いや、教授。あ、すまない。これは幼い頃の私と。え、信じてもらえるかはわからないが、それに
ハルというのは幼い頃の私の姉？姉の名は、あの団地は、そしてあの部屋は、私にもこの記憶が何を示すのか、私は。教授、無理は。たくもくん、いいんです。みんなを待たせて。はい。問題ない。大人の私が集体を、記憶がはっきりしたなら。はい。みんな。ああ、教授も何。すまなかった。まったく。ごめんごめん。じゃあ昨日の今日でここに行きますか。何ぶっと。うん、行こう。ドラクモン、敵は全然だ。だそうだ。お疲れ様。敵がいるかもってのはわかるけどよ、いちいち偵察するとか慎重すぎね。警戒はして損を。ここまで敵が出ていないからといって。待ってるって。この修二さんが死んじゃった。さっきそういうんじゃないけど、そうね、嫌な気分になる。だからって避けるわけにもいかないだろう。ここ以外。ええ、そうよ。大丈夫よ。私たちは。そうだよね。ここまで敵とも会ってないし。ああ、うんうんうん。あれ。え？じゃあ、さっき？こんな状況笑うわけ。でも。どこを見て。あんたたちの。こいつ。おいおい、確かに道の。あらあら、あたしが本気を出せば歩けにも。ちょのこのこ捕まるにくる。こさせるか。み待て、歩けにも。今お前たちの狙いは僕たちを殺すこと。あら、失言だったかしら。あんたたちが変に知恵をつけているせいで。私たちのせいにしないでよ。一方的に襲ってきて責任も。このすぐに余裕な顔なんかして。これまでに消えた二人の子供の。そんなことには。いきなり出てこられたの私。何なの、もう後がおしまい。何もか自分の命のため。もし、タクマ、なん、お前と僕たちが手を取り合って戦わない道を取って。そうだね。じゃ、あ、危なかった。バカ野郎、話来るぞ。構えろ。Thank you.
あの光の時間よ。よし、俺が行こう。よし、俺が行こう。絶対に勝つ。ディアトリモン。さあ行こう。デストラクション。力も重ねていけ。俺が行く。誰から私に奪われたいの？腕は折れたんだよ。ノート。
だな。てめえ、子供は単純で、私の狙いがあんた。何？いけない。そうは標準。私は大丈夫だ。いそ、ああ教授とみゆきを助けるため。
俺だな。たっぷりいたぶってあげる。大丈夫か、ミ…ミユが無事このまま行けば…今すぐ手を引けば…けど残念でし…アルケニモンを制御できる実力も倒す。全部お前のせいだ。ちょっともういい。お前待ってよ。うるな、ほらみゆきが危ないから、うん、とにかく後を追おう。外には出られそう。タクマ君、気になるのはわかるが。そうだぞ。ああ、アルケにもミユキ君をさらわれて、奴らはこの焦りより…つまり、無やだけど急がないと。二人なら…なぜだ。先ほどアルケニモンはミユキ我々を焦らせるためだけにさらったとも思う。つまり…そうだ。そしてハル君も見…姉の危機だぞ。姉の危機…ああ、え…教授の言うこと…そこまで冷静…だが、焦って我々まで倒…慎重に…せめて…それなんだけど…それ…敵の…うん、辺りをカメラで見ながら進もう。
ヤタガラモン。かかり。俺に任せておけ。俺に任せておけ。